第54飛行隊はイギリス空軍の部隊で2008年の時点では予備飛行隊としてウォディントン空軍基地に配備されている米ニムロットとボーイングセントリーの搭乗員を要請することが役割として課せられている第一次世界大戦中本国の防空任務を担うため1916年5月5日にウェストミッドランズのキャッスル・ブラミッチで RAFBE ニアアブロ504を装備する飛行隊として編成された。その後、戦闘機ソッピースパップを装備して、フランスへ渡り、爆撃機の護衛や、監視機器の攻撃などに従事した。対戦が終結する最後の月間には、ソッピースキャメルで、地上攻撃も行った。戦後、1919年に、イギリスのイエーツバリー空軍基地に戻った。 身体編成の機関部隊となった後、同年10月25日に解散した。1930年1月15日に、ホーンチャーチ空軍基地で再編成され、装備機はシスキンであった。1939年3月にスピットファイアマーク、アイが部隊に到着するまで、ブルドック、ガントレット、グラディエーターの順で、機種交換を行った。第二次世界大戦勃発後、 沿岸の警戒に従事した。部隊における発戦火は1940年2月13日で偵察に来た敵機を撃墜している。5月下旬には、ダンケルク、カレーから撤退する大陸派遣軍の空中支援を実施した。その後は、バトルオブブリテンに参加し、ロックフォード空軍基地にある基地を衛星基地、代替飛行場にしていた。1940年9月に、 ノース・ヨークシャーのキャットリック空軍基地の第41飛行隊と交代する形でキャットリック基地に移動しスピットファイアマーク2へ機種転換を行ったその後もホーンチャーチ基地と行き来しつつ5月にはマーク V が装備された1941年11月に満島のキャッスルタウン空軍基地へ移動して沿岸警戒を行い1942年6月には リンカンシャーのウェリンゴア空軍基地に再び移動し、オーストラリアへの移動準備の後、6月19日にイギリスを経った。当初はニューサウスウェールズ州やニューサウスウェールズ州に配備されていたが、後にはダーウィンのパラップ飛行場やリビングストン飛行場にも配備され、日本軍機と交戦した。コードレターはキロリットルであったが、オーストラリア派遣時は DL が使用された。 戦後の1945年10月31日にメルボルンで解散した。1946年11月15日にチルボルトン空軍基地に配備されていた第183飛行隊が第54飛行隊へと解消した。戦闘爆撃機のテンペストを装備していたが、海外派遣へ向けて約1年の間、訓練に明け暮れた。その後、ジェット戦闘機のバンパイアを受け取り、 オディハム空軍基地へと移動した。1948年7月には6機のバンパイアが、初のジェット機による大西洋横断に成功した。1955年、ホーカーハンターへの機種転換後、地上攻撃の任務に切り替わり、第38飛行連隊の構成打撃飛行団に、所属して、世界各地の紛争地域に、1959年にはイギリスに戻り、 1969年9月1日に、ウェストレインハーム空軍基地で一時的に解散した。間もなく、カーニングスビー空軍基地で再編され、ファントム、ついでジャギュアを装備した。近年に見られるいくつかの紛争で、イラク北部やバルカン半島などにも派遣された。ジャギュアの後継機である、ユーロファイターの登場に備え、コルティシャル空軍基地で2005年3月11日に、 第54飛行隊は解散した。2005年9月1日、ウォディントン空軍基地にて、第54予備飛行隊として再編された。イギリス空軍でアイスターの装備を持っている、ニムロットやセントリーの搭乗員を訓練し、配備を予定しているセンチネル向けの訓練も行っている。テストパイロット学校のセンチネル第1次、世界大戦時1930年以降再編成。 ありがとうございます。